日から命も捨てたかもいらぬ腹でひどすぎばかになる果てなき世をまっしぐら見つめた星を掴んでやるぞ天下無敵の空手の星を鉄拳と鉄拳の正面衝突という奇想天外な反撃でヘビー級プロボクサーヘンリー・アーサーに逆転 KO 勝ちした飛鳥拳はグレート統合と祝杯を挙げた。逆転 KO 勝ちおめでとう。どうもありがとう。それにしても彼は本当に手強い相手だった。いやあ、拳飛鳥の敵ではない。お？ん？あなた誰？何をするんだ。アスカ、蹴り技を使わないボクサーに勝ったぐらいでうぬぼれんな。世界最強の格闘技を見せてやるぜ。これはボクシングにも空手にも似ているどちらでもない。アスカ、これがタイ式ボクシングだ。よく拝みたかったらタイにやってこい。俺たちがお前のゴッドハンドをへし折ってやるぜ。タイ式ボクシング？そうだ、必ずやってこい。待ってるぜ。おい、待て。なっ、ちくしょう、あいつめ、せっかくの晩餐が台無しだ。ん？こんばんは、アスカさん。いや、こんばんは。今日のボクシングの試合、お見事な逆転 KO 勝ち、おめでとう。どうも、ありがとう。私、仕事のことでお目にかかりに来ました。私、タイ式ボクシングのプロモーターで、リクヤと申します。タイ式ボクシング？そうです、タイ式ボクシングです。え？それでは、今の男と。今の男？多分それは、セマという男でしょう。その男の兄は、かつてタイのボクシング界で一二を争う男でした。かつて？ええ、しかし酒と博打に身を持ち崩してタイのボクシング界から追放されたのです。ですから私は、いえ、タイのボクシング界はあの男と何の関係もありません。よくわかりました。しかしあの男によるとタイ式ボクシングは世界最強の格闘技とか。はい、それはその通りです。空手、ボクシング、レスリングに勝ると思います。それ言い過ぎね。空手ナンバーワンのアスカを前に置いて。でも日本の空手家たち、タイ式ボクシングを恐れています。何？恐れている？
今まで何度も日本の空手家に試合を申し込んでいます。挑戦に応じてほしいと。でも誰も挑戦に応じてくれません。おお、それは初耳ですね。日本の空手は実戦に弱いからでしょう、多分。おお、ますますもって無礼。あ、まあまあ東郷さん、空手がその挑戦に応じなければそう思われても仕方がない。でもアメリカで次々とプロレスラーを倒しているアスカの噂を聞きました。噂通りならきっと挑戦に応じてくれるだろうというので、私バンコクから来ましたの。なるほど、そうですか。プロレスやボクシングに分かっても体式ボクシングには自信持てませんか。いかが。え、それとも女の使いではご不満ですか。女性に侮られる日本空手、私の敵愛心を煽るためにわざわざ女のあなたが派遣されたのではありませんか。まあリグヤさん、アスカはタイにやってきますか。やっぱりあなたね、タイ黒人の面汚しよ。リグヤさん、アスカがタイで試合をするならアスカの相手に俺の兄貴を出してくれませんか。とんでもない。俺もこの目でアスカの試合を見たが、アスカはなかなかの強敵だ。あいつを料理できるのはブラックコブラか、俺の兄貴の他には絶対誰もいねえ。しかしブラックコブラはタイ国の国民的英雄だから、日本の空手家など相手にはしまえ。だとすれば俺の兄貴しかいねえぜ。ボクシング界から追放された男に誰が試合を組みますか。何度頼んでも無駄なことです。ちくしょう、気の強い女だ。あの様子だとアスカは間違いなく来るな。よし、リングがダメなら町のど真ん中で兄貴と戦わせてやるぜ。アスカを叩き潰せば大衆が黙っちゃいない。兄貴を再びリングに押し上げるだろう。何としてでもアスカを叩き潰す。ミーは心配だよ、アスカ。タイ式ボクシングは地上最強の格闘技だというのも嘘じゃないらしい。まあその勝ち負けは予測しがたいが、とにかく精一杯戦ってきますよ。それでは元気でいてください、東郷さん。必ずタイ式ボクシングに勝つのよ、アスカ。じゃあ。ええ、任せてください。ついに来たか、空手の鬼。新聞が派手に書き立てれば書き立てるほど好都合だ。おい、酒を買ってこい。金なんかないよ、兄さん。じゃあかっぱらってこい。兄さん、アスカを叩き潰してカムバックするまで酒はダメだ。絶対にダメだ。入国早々キックの洗礼を受けるとは。それにしても何という強烈なキックだ。水中からの蹴りでなかったら俺のあばらへし折れていた。あの身構え、気迫にみなぎっている。一体あの子は何してるんだ。泳ぐ魚を手づかみにすることさえ難しいのに、水圧と流れに逆らって足で。俺に
この俺にもできるか、あの真似が。それほど驚きましたか、飛鳥さん。日本の少年たちも小さい頃から誰もがみんな国技の相撲をやるでしょう。つまりあれと同じですよ。タイ式ボクシングはタイの国技なんです。ほんの物心ついたくらいの小さい時から少年たちは足蹴りを身につけ、喧嘩をするにもキック専門なんです。それだけのことですよ。いやいや、それだけではありませんよ、佐伯さん。あれは生きるための執念、気迫です。あの少年は取った魚をマーケットに売って生活の足しにしているんだと、うん、おそらくそういうギリギリの生活があんな少年にもあれほどの奇跡技をやらせるのだと思います。その通りです。貧しい少年たちにとってそこから抜け出す道は国技の英雄、タイ式ボクサーになること。それが少年たちの夢なんですよ。なるほど。少年でさえあれだけやる足さばき、タイ式ボクシングの恐ろしさが私にもよくわかりますよ、佐伯さん。この佐伯一郎はバンコク在住の貿易商であったが、タイ国滞在中の飛鳥の面倒を見てくれるマネージャーでもあった。ああ、ところで私が対戦するタイ式ボクサーも決まりましたか？それがね、いくら問い合わせてもビクヤさんが相手の名前を教えてくれないんですよ。それはどうしてなんですか？ビクヤさんが言うには、相手の名前を教えると日本の空手マンはきっとおじけづいて逃げ出してしまうだろうって。そうなんですよ。この私がおじけづく？いやいや、怒らんでください、飛鳥さん。いや、確かタイ国の人はハッタリめいた言葉を嫌う地味な気質だと聞いています。とすると、事実よほどの相手がきっと私の対戦相手に。とにかく今夜このホテルに近いルンピニスタジアムでタイ式の大きな試合があります。劇場視察にはもってこいじゃないですか。ぜひ行ってみましょうね、飛鳥さん。この男に間違いない。飛鳥に打たれた足は大丈夫か？いくら兄さんでもビッコを引いてあいつとは勝負できないぜ。気をつけろよ。クソ、飛鳥の野郎、切り殺してやる。あ、兄さん、兄さんが飛鳥からやられた足、左足じゃなかったのかい？バカ、左足をやられましたって包帯を巻くやつがあるか。え、するとじゃあ兄さんは？そうよ、怪我をしたのは右足だと思わせておいて。兄さんの得意の殺人キックをお見舞いするというわけか。なるほどなるほど。そうよ、それにこうやって固く巻いておけば鉄棒で引っ叩くようなもんだ。畜生、飛鳥の顔面に思いっきりぶち込んでやる。試合前の踊りが我々日本人の目には間が抜けて見えますね。いやいや、佐伯さん、やたら近代化せずシャム拳法と言われた1000年昔からの伝統を重んじているんでしょう。それもタイ式ボクシングの恐ろしさ、私にはそう思えます。なるほど。そういえば日本の大相撲の土俵入りも最高位の横綱がやるわけだが、外人の目には奇妙に見えるかもしれませんね。春の舞台にどうあってもカムバックするんだよ。くどい。恐ろしいほど実践的だ。骨がきしむほどの破壊力、そしてスピード、パワー、絶妙のタイミング、三拍子揃っている。これはほんの前座の試合ですからね、飛鳥さん。何ですって、これで前座？そうですよ、メインイベントまであと4試合あります。この前座クラスのボクサーが相手でも
空手の選手で真剣勝負をして勝てる人は少ないでしょうね。あっ、試合が進むにつれてリングに登場する大式ボクサーたちは信じがたいほどの猛威をアスカの目の前で振るった。アメリカで戦ったレスラーたちのキックとはスピードが違う。大式ボクシングは足が最大の武器。足の破壊力は手の3倍から5倍。感想はどうです、アスカさん。このレベルの選手が私の相手となるとよほど慎重にかつ真剣にやらねば。何しろ大式ボクシング界では1年間に最低10人ぐらいの死者が出るっていうんですからね。ほう、そんなにも。いや、驚きました。まさに生死をかけての真剣勝負、凄まじいまでの迫力。日本の空手が失ったものがここには全て蘇っている。アスカ先生。あなたはアスカ先生でしょ。ああ、よし、わかった。ああ、すいません、佐伯さん。ちょっとロビーまで行ってきます。ええ。アスカ。おお、君は私の部屋に暴れ込んだ。暴れ込んだ一体用件は何なんだ。私に何の用だ。ネクタイが曲がっているぜ、直してやろう。何をするんだ。助けて、助けてくれ、助けてくれ、殺される、助けてくれ。こいつどうしたんだ。こいつが乱暴しやがったんだ俺に。こいつは日本の空手家だ。大式ボクシングに挑戦しに来た飛鳥健というやつ。そうだ、新聞に出てた空手家だ。一体どうしたってんだい。市民に乱暴すると許せんぞ。そうだそうだ、はい、みんなの前で謝れ。ここで謝れ謝れ謝れ。俺に任せろ。反市民になり代わって俺が相手になるぜ。さあみんなどいてくれ。元ミドル級チャンピオントラキッドが日本空手家の相手になってやるぜ。トラキッドって元チャンピオン。暴れん坊のボクサー殺しのトラキッドだ。はは、話に聞いたこの男の兄貴だな。大事な足を痛めてるが、日本の空手家野郎に大きな面をされたんじゃこれ以上黙ってるわけにはいかねえな。いいぞトラキッド。やっつけろやっつけろトラキッド。まずい、これは仕組まれた喧嘩だ。大事な試合を前に下手な喧嘩は絶対にできん。皆さん、お騒がせして申し訳ありませんでした。お詫びします。どうかお許しください。この野郎、元チャンピオンの俺様が出たらおじけづきやがったな。謝るんなら土下座して謝れ。そうだ、手ついて謝っちまった方が無事だぜ。そりゃそうだ、謝れよ。地面に手をついて謝れ。バカになれ。この場はバカになりきることだ。先生、先生、こんな酒泥棒に負けちゃダメですよ。あんたは確か水上市場の。このボクサー崩れが昼間の酒泥棒だ。わしはこの男のファンだったんだ。だから酒盗まれても訴えなかったんだよ。だがもう我慢できねえ。ファンを裏切ったこんな男によその国のあんたが謝っちゃ国の恥だ。こんな奴はやっつけてくれよ。この野郎。やめろ、乱暴はするな。左足より痛めた右足のキックが強いと。確か俺の当てた指導は左足だった。そうか、逆に包帯をして右足を油断させ右の必殺技をよこす気か。
この柱を利用するんだ。しましたか、アスカさん。何かあったんですか。いや、別に。ブラックコブラブラックコブラ。それより佐伯さん、どうしたんですか、この熱狂ぶりは。ああ、あれが有名なブラックコブラですよ。ミドル級チャンピオン、体式ボクシング界随一の強い男です。100戦以上のキャリアで KO 率も 100% に近い超人ですよ。ブラックコブラのあだ名は千本足の魔人です。千本足の魔人。確かに強い。すごいスピードだ。ブラックコブラ、ブラックコブラ、我らの英雄、不敗の帝王。なるほど、まさに不敗の帝王。文字通り地上最強だ。ケンアス、あなたの対戦相手をお知らせします。お？ブラックコブラ、あなたの対戦相手はブラックコブラです。なんですって、ビッグ役人。いこう。俺の相手は、俺の対戦相手はあのブラックコブラ。ブラックコブラか。空手と体式ボクシング界の帝王ブラックコブラの蹴り技はスピード破壊力ともに互角。試合は紙一重の差で決まると思われた。だが初めてグローブをはめ政権の威力を失い苦戦するアスカ。ブラックコブラの車輪のように回転する連続キックが剣の体をかすめる。次回空手バカ一代千本足の魔人にご期待ください。